状況はどうだ。現在クロノス艦隊は4隻でフェイクリード星系に向かっています。この速度だと7時間以内には我々と接触します。4隻だと？一体どういう目的だ。艦長、クロノス艦から通信が入っています。スクリーンに出せ。私はクロノス中央政府大統領ムータルです。大統領ですって？おいおい、どうして大統領か？マジかよ。大統領閣下、お初にお目にかかります。私は銀河連邦所属艦チャールズ・ディ・ゴールの艦長を務めております、エマーソン・T・ケニー大佐と申します。光栄です、ケニー艦長。こちらこそ光栄であります。ところで、大統領閣下自らこんなところへ、どのようなご用件で？単刀直入に参りましょう。我々クロノス中央政府は現在、軍上層部の一部と連絡が取れない状況にあります。アルマ将軍ですか？やはり、すでに事情をご存知のようですね。我々クロノス中央政府としては、現在締結されている銀河連邦との中立協定及び CFNZ に関する協定を破棄する意思は一切ありません。この決定を不服とするアルマと、クロノス軍内の反銀河連邦派が結託してクーデターを企てたようなのです。その情報に誤りはなさそうです。このまま内戦状態に入り、さらに銀河連邦と全面戦争など、それでクロノスに未来はあると本気で思っているのでしょうか。我々クロノス中央政府は正式に銀河連邦に支援を要請します。我々は連邦と協力してアルマ将軍のクーデターを阻止したい。要請を受けたまわりました。直ちに銀河連邦司令部にお伝えします。フェイクリード政権にご到着されるまでには決定をお伝えできるよう尽力いたします。艦長のご尽力に感謝します。良き返事をお待ちしています。ムータルより以上。私は自室で司令部と話をしてくる。ドラクロは後を頼む。了解。さっきまで敵だった相手を信用していいのか。アルマ将軍とその一派が敵なのであって、クロノスが敵だとは限らないさ。だがグルだって可能性もあるだろう。進んだ科学は間違った使い方をすれば、それこそ億単位の人を一瞬で殺してしまう危険性がある。下手をすれば文明すら滅ぼす。だから戦争はしないというのか。奇弁だな。我々の文明レベルに達すると、たとえ敵でも簡単に戦争というわけにはいかなくなるんだ。それだけの技術を持たない我々未開人には理解できないってことか。そうじゃないんだ。悪かった。この話はここまでにしよう。決断を尊重する。ありがとう。通常空間へ移行。5分後フェイクリード4号星の周回軌道に入ります。分かった。外交施設艦隊としてお迎えするんだ。くれぐれもシールドを上げるな。よし、スクリーンへ。閣下、申し訳ありません。
まだ司令部より連絡が入っておりません。時間がかかるのも当然です。ゆっくり待ちましょう。ありがとうございます。艦長、連邦司令部より通信が入っています。スクリーンへ。ディーン司令、すでに大統領閣下はこの中域に到着していらっしゃいます。わかった。ムータル大統領閣下、お久しぶりです。ディーン司令、こちらこそ。早速ではありますが、銀河連邦緊急安全保障理事会の結論をムータル大統領及びケニー艦長にお伝えしたいと思います。はい。ケニー艦長からの報告書及び公開データをもとに慎重に検討した結果、クロノス中央政府の支援要請を受諾することに決定しました。銀河連邦司令部として連邦の最大の目的である平和維持の観点から、今回の事件においてはクロノス政府軍と協力し、平和的手段をもって治安維持に当たるべきと判断しました。ありがとうございます。しかしアルマ将軍率いる反政府軍が抵抗する場合は、軍事的解決もやむを得ないと考えております。なるべく穏便な解決を希望しますが、やむを得ない場合は従います。現在連邦の艦船で最もクロノス領に近く、かつ即座にクロノス中域に急行できるのはチャールズ・ディ・ゴールのみとなります。よってケニー艦長、君を連邦の大使として任命する。はい、謹んでお受けいたします。ケニー艦長、応援の艦隊は送るが、速度的に見ても事実上単独の作戦となる。クロノス政府軍と協力して任務に当たってくれ。心得ております。大統領閣下、以上となりますがいかがでしょうか。最大限のご配慮、心より感謝します。ではこれで失礼いたします。ケニー艦長、頼んだぞ。詳しい指示に関しては後ほどデータを送るので確認するよう。了解しました。ディーンより以上。大統領閣下、改めてよろしくお願いします。こちらこそ。早速ですが、我々が掴んでいるアルマ将軍たちの潜伏中域に関する情報を提供しましょう。すでに掴んでいるのですか。我々もただ手をこまねいて見ていただけではありません。反乱分子はクロノス第四宇宙基地から300光年ほど離れた小惑星帯に密かに基地を構築しているようです。データを送りましょう。潜伏先が分かっているのであれば早速向かいましょう。わかりました。本星側からもクロノス政府軍の艦隊が向かっています。ちょうどいいタイミングで何でもできそうです。反政府軍の艦隊は何隻ですか。10隻以上は。数以上に問題なのは反乱分子側に主力戦闘艦がいることです。なるほど、厳しい戦いになりそうですね。我々はそちらの船について行きます。よろしくお願いします。エマーソンより以上。推力2分の1で軌道を離脱後、先ほどの地点に向けてコースを取れ。ワープ14だ。了解。推力2分の1で軌道を離脱、目標地点にワープ14で巡航。ポイントまでしばらく時間がかかる。各自準備しておいてくれ。通信が入っています。誰からだ。わかりません。送信元は秘匿とされています。
出ますか。出よう。スクリーンへ。やはり来たか、ケニー艦長。これはこれは、アルマ将軍閣か。よくぞ生き延びた。戦場でまみえようという希望が叶ったか。我々は連邦の大使として治安維持のために向かっているんだ。戦闘が目的ではない。たちの悪い冗談だ。連邦が治安維持、どの口がその言葉を吐く。戦闘をせず解決したいというのは本音なんだがな。脅しをかけて我らの主権を奪い、傲岸無知にも無条件降伏を要求するか。我らをどこまで愚弄する。我々は平和のために連合を組んでいる。間違っても銀河連邦への参加を強制しているわけではない。奇弁を。まあいい、議論の時期はとうに過ぎた。銀河連邦の本質は戦闘集団だろう。完成した時空紋章の力を試すにはまさにうってつけの相手だ。まずは貴様らと祖国を連邦に売った裏切り者どもを血祭りにあげ、神聖クロノスの呪しをあげてくれるわ。交渉決裂とは残念だよ。ふん、実験体の保護者を気取る小僧、どちらが真に紋章を使いこなせるか見せてくれるわ。発信地点は？ムータル大統領からの情報にあった小惑星帯のようです。堂々としたもんだ。今の通信内容と解析結果をムータル大統領の機関にも送ってくれ。了解。アルマ将軍らが潜伏する小惑星帯へはあと16時間ほどかかる。平和的な解決をするにしても戦うにしても決戦は明日だ。今のうちに体を休めて英気を養ってくれ。じゃあターボリフト前に集合だ。おっと、まさかこれほど重要な任務になるとはな。自分も想定外でした。最初の任務でこれは気の毒だったな。いい経験になりました。過去形にするのは早い。気を引き締めないとやられるぞ。全力で解決に当たります。
どうしたんだい？あ、フィデル。ミキは一緒じゃないの？ううん、一人。そっか。眠れないのかい？宇宙って不思議だね。そうだね。レスリアより外のことだって知らなかったのに、世界は想像していたよりずっと大きかった。私はもっと狭いよ。研究所の中が全てだったんだから。フィデル、ありがとう。どうしたの？改まって。今の私はフィデルに拾われた時に始まったようなものなの。その時から今までずっと私を守ってくれてありがとう。全部リリアが頑張った結果だ。お願い、私を守ってくれた力をお姉ちゃんにも分けてあげてほしいの。私の最後のわがまま、お姉ちゃんを助けて。そんなお願いなら最後でもわがままでもないよ。僕だって同じ気持ちだ。フェリアのこと絶対助けよう。うん。今のやり方ではクロノスは救えぬ。銀河連邦の奴隷になるだけなのだとなぜわからん。今内戦を起こしても国力を疲弊させるだけだ。腰抜けが、貴様にクロノスを治める資格はない。これ以上の議論は無用。連邦も腰抜け政府もまとめて叩き潰してくれる。すまないな、ケニー艦長。大統領閣下、これ以上の説得は難しいと判断します。交戦もやむを得ないでしょう。ああ、我々も覚悟を決めたよ。それでは閣下の上官は戦場より距離を取ってください。あとは我々にお任せを。ありがとう、期待している。艦長、敵艦の3隻が攻撃態勢を整えつつあります。分かった。みんな作戦行動を開始する。我々は銀河の平和のため、アルマ将軍率いる黒の三政府部隊と交戦する。フィデルたちはオチビちゃんたちのために動いてくれ。分かりました。よし、黒の政府軍を含む全艦に通信回線を開け。通信回線開きました。私は銀河連邦所属艦チャールズ・ディ・ゴール艦長、エマーソン・T・ケニー大佐だ。ムータル大統領および銀河連邦司令部より任を受け、クロノス政府軍の機関として行動する。個々の奮闘にこそクロノスの平和がかかっている。諸君らの迅速な作戦行動を期待する。エマーソンより以上。作戦開始。コース90、マーク135に進路を取れ。双方の被害状況を知らせ。当艦への攻撃は全てシールドでガードされました。被害ありません。政府軍は破壊された艦艇が1、その他大破1、中破2、計3艦が航行不能。反乱軍の艦艇は1隻大破のみです。一度引いて作戦を練り直すか。お前ならわかるだろう。ここで敵に時間を与えるのは致命的だ。引くわけにはいかないんだ。しかし
このまま戦っても被害が増すだけだろう。艦長、僭越ながら。分かってる。それでも敵の首領アルマ将軍を直接叩きに行こう。鍵はフェリアの。彼女さえ奪還できれば戦の意味だってなくなる。簡単に言うな。将軍はあの一番大きい小惑星の中にある基地で指揮を取っているだろう。そこにはシールドがあって近づくことすら不可能だ。いえ、可能かもしれません。この中域へ航行している間、時空紋章についてこれまで蓄積したデータを私なりに解析してみました。リリアさんの力を利用すれば時空に干渉してシールドを無効化することができると思われます。訓練すれば完全無効化も可能でしょう。今の彼女の力でも一部を無効化して我々が侵入するための空間を確保できるかもしれません。つまり敵の首領を直接叩くことが可能です。でも私上手にできるかわからない。精神波を分析して自分もサポートします。リリア、一緒にフェリアを助けに行こう。頑張る。お姉ちゃんを助ける。エマーソンさん、突入の準備をお願いします。了解だ。みんな行こう。転送準備。座標はムータル大統領から受け取ったはずだ。いつもと違って艦隊司令官なんですよ今は。あいにくアルマ将軍のご指名なんだ。あとはよろしくな。頼りにしてるぞ副長。デッキにトランスポーター。時空移動、そしてシールドの無効化。全てが制御できるようになったとしたら。だからこそクロノスは最終紋章として研究しているのでしょう。それがあんな小さな子に埋め込まれているなんて。むしろ生物でないといけないのかと。フィデルでよかったな。何がですか。リリアが心を開いた相手がフィデルで。まずはシールドの無効化だな。こちらはいつでも。はあ。いって。凄まじいな。どうだ、うまくいきそうか。さんのフィールドが妨害されています。お姉ちゃんが。どうやらフェリアさんもフィールドを展開しているようです。リリアのフィールドを展開しながらシャトルで近づいたらどうだ。近づけばフェリアのフィールドも無効にできないか。スキャナーによるとフィールド効果は距離の事情に反比例しているので、リリアさん本人からの距離が近い方が中和効果が高い可能性はあります。しかし非武装のシャトルで敵艦の砲撃にさらされるのは危険すぎます。だが他に方法がないだろう。平気、私行く。チームで一番の勇者はオチビちゃんだったみたいだな。違いない。シャトルならカーゴベイで急ごう。エマーソンよりブリッジ。こちらブリッジ。頼みがある。可能な範囲でお願いします。俺たちはシャトルで敵の本拠地に突っ込むことにした。ダメに決まってるでしょ。危険すぎます。もう決定なんだ。悪いな。次はペトリシアに注意の代わりに召喚がそちらに同行しますから。最後の祭りに参加できないなんて率直に言えばなんてこったです。悪いな。
クロノス政府軍にはあなたはこの船にいると思わせておきます。安心してアルマをぶっ飛ばしてきてください。オンに切る。あとは頼む。いい部下だな。そうだろ。欠点は一つしかない。なんだ。あいつの上官が俺だってことだけさ。違いない。操縦は俺が担当する。ブリッジから艦長。なんだ。予想航路をシャトルにアップロードしました。確認してください。気が利くな。リリアさん、行けますか。ずっと注意の力を発揮し続けないといけないけど、やれる？平気。いい子。一人じゃない。一緒に乗り越えよう。うん。スペースドア開きます。頼む。シャトル発進する。もうすぐフェリアさんのフィールドと干渉します。今度はこの指一本に集中するの。うん。一緒に呼吸を合わせて。すごい。あなた、どうした。右の一番奥にある岩陰に穴が見える。本当だ。明らかに人工的に作られたもののようです。よく見つけましたね。特殊部隊は夜間行動が多いんだ。誘ってるのか。穴に飛び込むぞ。時空紋章の障壁を突破してくるとは、敵ながらあっぱれだ。スペースドアを開けて待っていた甲斐があったというものだ。手厚い歓迎に感謝するよ。フェリアを返してもらいに来た。やはり来ておったが小僧。面白い。逃げも隠れもせぬ。どちらが時空紋章の主にふさわしいか蹴りをつけてくれる。望むところだ。歴史が証明してくれよ。我が正義が勝利にふさわしいということを。行こう。フェリアが待ってる。
題ない。こんなものね。趣味なもんだね。
今こそ月ミネルの月だ。被害は想定内だな。閉じ込められた。何の用だ。よくここまでたどり着きました。いや、あなたたちは素晴らしい。さらなる実験をするには好都合なのですよ。実験？どこまで命をおもちゃにするの。あなたの脇の紋章生物だって
我々がいなければ誕生しなかった。むしろ感謝していただきたいものですが。勝手なことばっかり言わないで。そんなに冷静さを欠いて実験を台無しにしないでくださいよ。君たちの戦闘データも含めて採用する。
つ男の魅力が上がってしまったな。この調子、予想通りの結果です。
大した戦闘能力ですが、しかし今度の相手にこれまでの経験が役立つかどうか実に見ものです。ご託はいい。こちらとしては早く将軍閣下とご対面したいんだが。そうはいきません。将軍は研究の大事なスポンサーです。あなた方にはもうちょっと我々の研究に付き合ってもらいましょう。お姉ちゃん。時空紋章特有の精神派パターンが存在していません。別人です。気づくとはさすがですな。確かにこの個体はクローンですが、本体とは違うもののそれに劣らない力を持っていますよ。そんなことより、あなた方は刃を向けられますかな。悪趣味な。所長、あのクローンはまだ1体しか成功していません。将軍の許可なしに使用するのは。勝てばいいのです。しかしさあ実験開始といたしましょう。大事なクローンを台無しにしよって。やってくれたな、トーラス。申し訳ありません、将軍閣下。クローンは新たに製作し直してお返し。貴様は全体のことより個人の利益を優先する輩だとはっきりした。大義を忘れる者など我が陣営にはいらん。閣下、お待ちを。これまでの功績を鑑みてもう一度だけチャンスをやる。まさか。閣下、お願いです。お待ちを。閣下。うわー。時空転移波形、飛ばされます。ここはどこ？現実の場所じゃないだろうな。お方、時空紋章の力を利用した異空間ってところだろう。異空間？ビンゴです。空間全体から時空紋章発動時特有の波形が感じられます。
なかなかのものだ。究極の生命体とはこのように心地よいものか。アルマなどもはやどうでもいい。私が宇宙とその真理を手にするのだ。イーヤは渡さない。邪魔だ。大丈夫。どけ。どうだ、ケニー艦長。我らが決着をつけるのに、これほど似合いの舞台はあるまい。そんなに力をひけらかすのが好きか。我が元へ、果たして何人たどり着けるかな。期待して待っていよう。自分のところまで来いって言ってるな。お望み通りにしてやるさ。集合にしよう。
前にも言ったけど、やっぱり母さんと遠くへ行くことになった。そうなんだ。だから今日が最後なんだ。俺お前のこと忘れないから。元気でね。大きくなったら迎えに行くからな。それまで俺のこと忘れんなよ。絶対だかんな。じゃあまたな。ごめん。あのミキさんは料理が上手と聞いたのですが、本当ですか？上手かどうかは別として、作るのは大好きです。ぜひ自分に料理を教えていただけませんか？料理が苦手なんですか？何でもできそうなのに。我々には料理を作る習慣がないんです。趣味として家庭で作る人もいますが、ほとんどは外食です。へえ、そうなんですか。そういうことなら喜んでお教えします。昨夜ね、とっても不思議な夢を見たの。でもね、とっても不思議だったから、どんな夢だったかもう忘れちゃった。どうしてそれを私に報告しに来たんだ？